んこんにち は、こんにちはプラスアミューズです。はい、今日はですねもうだんだん春に近づいてきたので、青りんごうさぎちゃんに切りました。かわゆい、はい、ピッてけどあるんですよあるんですよ普段の生活があのなのでお手拭きもね用意して、はいはい、あの野獣なんでねじゃあどうぞ実食へ、はい、実食実食これは、はい、頭から食べた方がいいんですかね。もう本能の赴くままに召し上がってくださいいただきます。落とさないでねいい音です。シャク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 と、はい、美味しいね。私でも思いましたこっちから食べるべき、こう食べていくと耳が落ちる何にも真剣な感じですけどね、もうあの ねお弁当にね、うさぎさんリンゴ、うん、もうお母さんたちも ね大変な思いでこうやってたんやなって思いますね、うんうん、久しぶりに切ったねって切ったんだけど私も久しぶりに食べたね、小学校以来ちゃうかな。なんかやっぱりリンゴって言ったらうさぎさんリンゴっていう、うん、ね、ちょっとテンション上がりますよね、うん、はい、でも春なんでね、うん、あの美味しくで、うん、あの赤いリンゴではなくてね春なので青リンゴ、うん、はい食べ草しやのにあの青リンゴにした理由はですね、堀先生あのシャクシャク言いながらあのはい、もうごくもうごくしていただいていいんじゃないですか。はい、はい、青りんごの薬効をお願いいたします青りんごもね、はい、赤いりんごも薬効は一緒なんですよ、うん、であのりんごってほら中身黄色いからね、はい、私たちのこのでりんごの面白いところは私たちよくこう下痢とか便秘治すときって、うん、便秘は出さなあかんし下痢は止めたいしみたいなところで、はい、要は出すものと止めるものって薬効が違うのでね、はい、別々で考えるんですけど、うん、このリンゴちゃんは両方に使えるっていうね、お腹に優しい。だからねやっぱ子どもたちねあのよくどっちにもなりやすいのでね、うん、あのこういうリンゴって成長作用ってよく言いますけどね、うん、いいかなと思います、うん、はい、でね私たちが今日この青いのをわざわざ選んだっていうのは ね、はい、やっぱ春やから ね春は青春青春青春青、はい、ね、春は覚えやすいですよ、うん、青春なんでね青春ね、本当に ね春は青いものを食べてください ね青春のようにこうのびのびと、はい、ね、特にこう前に突き進むみたいなね、うん、ところがはじける春ですよ。まさに、ね、のびのびダイエットのリンゴダイエットされる方は今ですそうですやっぱねあの冬はね寒いから体温上げるのによくエネルギー使うからダイエットにいいよっていう先生も言ってるんやけど、うんうん、薬膳的に考えるとやっぱりこうね、うん、冬ってこもる時期なので体もこもっちゃうけど、はい、春ってね発散の時期、はい、発沈って言いますけど古いものを発するっていうね発沈なのでね、はい、あのこういう青いものってこうね春にトラブりやすい感っていうところが、うんうん、あの好きな色って言われてるんですけど、はい、まああのそんなこととにかく芽吹きの色なので、うん、やっぱりその芽吹きの力をね、はい、まあリンゴの青はちょっと違いますけど、はい、まあ、青春の青と覚えていただいて、はいね、はい、なので、今回もこの動画をご覧いただきましてありがとうございま す。この動画が良ければチャンネル登録忘れてるグッドボタン忘れてるよろしくお願いいたします。ではまた来週。